皆さんこんばんは。映画監督の大森健一です。こんばんはジュノアキコです。毎週夜8時大森健一のスターティングラインフォーザーフューチャー、略してモリスタの時間がやってまいりました。もう早速ゲストをご紹介します。はい、なんと先週に引き続き芸人の友近さんが来てくださっています。こんばんは。こんばんは,んばんは。よろしくお願いします。えー、また来てもらったんですか。もうね盛り上がりに盛り上がってで。はいはいはい。 この番組なんですけど、はい、実は番組のコンセプトが愛媛のクリエイターとか、うん、クリエイターを夢見ている若い人たちを、はい、大森健一監督が応援する,なるほどという番組でして。はい 多分応援できるのがこいつっていう目で今多分お持ちかさんから見られてるい<や>。ちゃくちゃなちょっと不自然な映像 <laughs>、ね、ネガティブな本当に。だから気が合うんだ。あの人との人の、はい、なので、はい、まあその日本のエンタメ業界で、はい、まあ夢を叶えたいと思っている人たちもたくさんいると思うんで、うんはい、まあ。 ここからお二人にいろいろと質問をし合っていただいて、まあ、そこのちょっとこう話を聞きながら、うん、まあそういう人たちの夢が叶うというか背中を押せるような時間にしていけたらなと思いますのでまずは監督から友近さんに質問します、はい、ますず友近さんは愛媛の大学をご卒業後。うんはい 働きながらタレント活動もされていました。<laughs> 大森監督は本当に聞きたいことを聞いてくださいね。<laughs> 台本、<laughs> 台本にしてっていいですよ。<laughs> 一旦、そうなんですけど。とでい,いで,すかで,もでも、でもその、都会に出ていく決断、みたいな大きなターニングポイントみたいなのがあっ これはいっぱいありましたけどね。はい、あの、その、愛媛でレポーターをやっていて、はい、レポーターってまあ顔出しで皆さんに知ってもらう職業で、で将来芸人になりたかったので、ちょっと一歩近づける職業につけたなと思ったんですけど、うん、やっぱりレポーター、言っても情報を伝える仕事がメインで、うん、自分が面白いと思うことを伝える仕事ではないっていうことで、うんうんうん ちょっと、ま、やっぱ方向性が違うのかなっていうので、せっかくテレビに出てるんであれば、え、ネタを考えれる、おもろいことを考えている子っていうことで認識してもらいたいなっていうので、一旦やめて、大阪行って、舞台からいろいろオーディションを受けてやり始めたってことなんですけどね。なるほど。だからもう小さい頃から漫才ブームのサブローシローさんとか、ザーボンジさんとかの漫才見て、 やっぱ人物描写のものまねとか見ててわあ、私も家でうちの姉ちゃんとこういうことやってるわっていう、でも思ってただけではその人たちにつ伝わらないので、一旦デビューして、この人たちに私もそういうのを田舎でやってましたよっていうのを知ってもらいたいなっていうのがきっかけかもしれないですけどねあじゃあ結構、割ともう、はい、幼少のころから好きでしたね、ずっとミニコントを姉とやってたので、じゃあもうそれをもうほ本当に実行に移したということですね。そ、はい、そうですそうでですすなるほど、はい りました <laughs> 分かっていただいてよかったです。<laughs> あともう僕の純粋なさっきもちょっと聞いてたんですけど、はい、お聞きしてたんですけど、うん、いやなんかでもこのまあこういう職業をやっぱりされてる方な、うん、その異常なタフさあみたいなのはもうずっと聞きたいなと思ってたんですよ。はい、タフはねやっぱもう精神力ですよねこれって<ー>あの体力はあるかどうかって<ー>まあある方なのかもしれないんですけど<ー>言ってまた私週にまあ 回回かかかかぐらいいいしし東京にいないんですけど日日あとはもう地方を飛び回ってるというか<お>で自らがこういうことしたいなと思ったら地方に出向っていって自分で営業したりとかあといろんな人とつながって仕事をなんか増や,やしていくみたいなやり方で多分タフじゃないと確かにそういうのできないんですけどやりたいことが先にあるからそういう動きができるのでだからクリエイティブなことをするのがやっぱ好きなので誰かが作ったものをやるっていうのも好きなんですけどやっぱり自分で作ったものが形いいんだ なるって言ってそれがやっぱ一番幸せになるなっていうのがあって自分の中で,でどんなに疲れててもやっぱ楽しいものが形となると今までの辛さを忘れるというかなのでライブしてても4時間5時間1人で喋りっぱなしの時もあるんですけどでもそれ終わってもそ,その4時間5時間でアドレナリンが出てるからその後サイクリング行ったりするんですよだからもう化け物やなって言われるんですよ体力は。 <あ><ー>そこですね,ねそれがすごいんですよやりたたいいこととを実現させるために動くからだと思います、ね、それがね、うん、だからサイクリングに終わった後も行かれるとか、はい、そういうのも含めてすごい、はい、本当すごいなと思いますね。はい、僕はもう本当に <laughs> もうさホテル帰ってダラッとしてる感じだと思うんですよ僕だと。 それがね、そのパワーがね。でも普段はそうですよ。もう家でもダラーっとしてますけど、うん、何かひとたびライブがじゃあありますよ。うん、じゃあ、まずチラシ。 で、プレッシャーかけようと思って。そのチラシ作りからね、ああやっぱり、その作品って始まってるじゃないですか。だから絶対チラシ作りは妥協しないんです。紙質の一つにしても。だから面白いんですね。あの、ビジュアル。うん、毎回何の作品にしてもビジュアルが、まず、ああビジュアルからなん、うんはい。が面白いんで、そもそもがそこからが面白いんで。で、そこに負けない作品を作ろうっていうところになるので。 だから、チラシの紙質でこんだけこだわるの私ぐらいちゃうかなっていうぐらい、めちゃくちゃこだわるんですよ。触った感じにペロンとなったら人が見てくれないから、しっかりとした生地。しかも、ツルツルよりはちょっとザラッとマットな感じの方が手に引っかかるとか。そこまで考えちゃうからちょっとこだわりすぎるんですよね。だから周りからすると、あの細かいなって言われるかもしれないけど、それが大事なんですよっていう話をするんですよ。ほら。 始まってきました。クリエイティブさん、そこ本当に大事にしてください。<laughs> <ー>めんどくさがられてもそこを突き通すと、そういうクリエイティブなチームが出来上がって、すごく質のいいものが出来上がりますから。上がりました。でもなんとかしたわけじゃない。そうそう <laughs> やっぱりそういう、あの、ルイは友を呼ぶじゃないですけど、うん、やっぱりその一緒に作品よく作られているメンバーの方っていらっしゃるじゃないですか。はい、ロバート秋山さんとか、バ、うん、ファローゴロエさんとか、うんうん、子孫の二郎君とか、うんえー、もう皆さんやっぱクリエイティブな。自分で何かを考えて、うん、本もそうですけど、演じてる方が多いので、だからもう揉めることがないですよね。え、そんな細かいことまでやらなあかんのっていう人が一人もいない。みんなが同じ考えなんだよ。うん もうだから出来上がるものに対して、そう,そうです、そうです、みんなが向かっていく。みんなにって。いうね、うん、だから、そのチーム作りが一番、もしかしたら大事かもしれないですよね。いや、もうすごいだ、だから、息が合ってるっていうのがすごい見てて分かるんですよね。うんはい、その、仲間の皆さんが、すごくなんか、その、うん、なんでしょう。<laughs> すごい難しいじゃないですか、ニュアンスがはい、はいあ。ああいうのが、なんか分かり合わないとできないんだろうなって思いながら、なんか楽しませて見させていただいております、うん。でも監督もそうじゃないです。いい作品作ろうと思ったら、はい、早朝だろうが深夜だろうが、やっぱり作りたいって思いません、うん、あ、そうですね。ね。まあまあ思います。あれちゃいます <laughs> いやいや、まあ、<laughs> いやまあまあ思います。いや、でも僕は、はい、僕は割とでも、あのまあ、まあ現場側にはなるので、はい、あの、結構その、あんまり、 演者さんたちには負担をかけないようにとは割と思うそうなんですあの、ね、スタッフさんそう思ってくださる方多いと思います結構割できるだけもう極限まで、うん、あの下準備はして、はい、あの極限状態まで何これ何何待ちみたいなのが本当にないように、うん、あのとにかく詰めるとこまで詰めるっていうふうな心がけではそうなんですよねだからタレントさんでも今みたいな監督の配慮を ががありがたいいいっていう人もいれば、うん、私はどっちかというといいものを撮れるまで全然回してもらっていいですよっていうタイプやからロケしててもああの5時間6時間粘ってインタビューし,して面白いものを撮りたいんで、うん、でも10分15分で撮れる場合もあったらそれでバンと終わったらすごい効率はいいんですけどいやもうちょっと行ったらおもろいおっさん撮れるよっていう時はもう夜になっても。 全然平気なタイプ。あと待ち時間が好きっていうね、私。えそうなんすかそう珍しいタイプだと思いですいや、僕だから待ち時間、今回だから詰めた、詰めたというかもう。待ち時間大好きなタレントってあんまりいないかもしれない。ほぼ多分ゼロに、ゼロだったと僕は思ってるんですけど、今回は。あの、そんな。待ち時間。前情報ください。待ち時間でいろいろ覚えれるから、私だからセリフ覚えに時間かかるから、もっと覚えたいんですよ。あ、なるほど。で、その間にいろんな、 こともでも常に頭の中がフル回転というか考えてるから考え事もできるし、うん、次の宿題もできるしだから待ち時間が一番集中できるんですよね。だからすぐ呼ばれるとえすぐ呼ばれたあれそんな感じだったよ <laughs> もうちょっと待ってっていう感じですなるほどはい <laughs> あじゃあそこら辺はあまり気にせずっていうまあもう自作はちょっといろいろ 考えます、ちょっと。時間さん。の待ち時間を作る。通時間。長時間。いやいや、普通でいい。でも変にまこうと待ち時間、あんまりない方がいいよ、と思わなくていいと思います。わかりました。まあ、今回はまだ、良かったですか。ペースとしては、まだ。めちゃくちゃ早かったですよ。あ、すぐ呼ばれた、と思います。考えようと思ってたのに。すみません。いや、楽しかで、しかも、共演者同士でね、ずっと、だべってたら、あっという間に時間も経ちますしね。うん。 でもなんか今聞いてたら、うん、そういう時間も友近さんにとってはクリエイティブなな時間なん,だなあなんか友近さんがねどん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 ね、うん、現場でね怪しい人たちを見つけていってね <laughs> あ,のあの話しかけていくんですがこいつこいつはちょっとみたいなちょっとターゲットみたいなのをちょっと目つきがギョロッとして見つけてだから今みたいなネタをやってしまうんでしょうけど。 はい、本当に人ばっかり見るのが癖だったので,、うん、でそこですぐ誰も聞いてないけどものまねしたりして、うん、自分の中に入れ込むっていうレパートリーを、うん、でも普段じゃあそういう視点でこう世の中見てないんですけど、うん、私とかでも友近さんがされると、うん、あなんかわかる知ってるってなるのはすすっごいい面白いでんか僕あんまりだからあそっかそう言われてみると。うん そんなに人見てないかもしれない。そういうお話聞くとですよ。そう言われてみると、観察力、もうちょっと観察した方がいいのかなとかって。でも無理やりするとね、ねそれがちょっと観察さなあかんっていうことで観察が好きにならなくなってしまうから、自然でいいんですよん。それが多分上手なんですよね、友近さん。例えばなんか、 僕がと例えばやってたら不審者がられたりする、はい、あの素人観察素人が者がやってられるとそうなる場合もあるじゃないですか。はい、なんですけど <laughs> す、ね、多分,多分自然とされてるんですよね。うん 多分見つからないように。そうです、そうです。見つからないように。そう、だから潜入取材とか得意だと思うんですよ。なりきるっていう。わからないようにスーってそこに入るのって、私得意で。で、人を巻き込むとか、ふーっとそこに昔からいたような顔するとかが得意なんですよね。だから私昔、アニーのミュージカル出させてもらった時に、まだデビューして10年も経ってない時に、大御所の役なんですよ。ハニガンさんっていう。で いや、こんな大きな役をいただいたわと思って。で、横に映ってるのが目黒祐希さんなんですねああもう完全に目黒祐希さんと同期かっていう顔で映してる。<laughs> <laughs> でもそれがもう自分の中では、もうポスターコントが成立してるわけですよ、ねうん。あなるほど。はいはいはい。だからそ、うこの顔ができるっていうのは多分私の得意なんやろうなっていう。あすごい。そこから、やっぱなんか紙面上でもコントしたいですし、いろんな人を巻き込んでる水谷千恵子みたいに、いきなり選ばれて、 えと50周年で演歌五十周年という、うん、<laughs> でもお客さんも50周年千恵ち,ちゃんを応援してきましたよっていう顔で座ってるんですよ <laughs> <laughs> だから全員とコントしてる集団コントやなっていうクリ全員がクリエイターというか<ー>そういうので成り立ったキャラクターですね<ー>水谷千恵子っていうのは。れは、ね、の,番組の こと考えたらそのクリエイターをって全員がクリエイターっていうのに当てはまると言いますか、うん、確かに一緒になって実質お客さんもお付き合いして成立しているっていうのが面白いな。それを無理やり 巻き込むのは良くないんですよね。うん、だから、自発的にやってくれる人じゃないと、こっちは押し付けたくないし、それを。だそこが難しいところですよね、うん、クリエイティブなものを作るっていうのは。うん、全然面白くないと思ってるのに、これやれっていうからやらなあかんっていうのはもう絶対したくないので、同じ価値観で同じものを面白いと思う人は集まれという。で、それを、まあ、嗅覚でと集めるっていうことを。 違いますでもキャスティングとかも,うん、うん、もそうですしあと東京からも来てたスタッフの方もいらっしゃったじゃないですか、はいはい、やっぱりそのチームで動いて全てが分かり合えるからっていうこともありますすもんねね、うん、そうです、ねうん、割とその、まあ、特に撮影になってくるとペースみたいなのとか合、うん、うみたいなの,、うん、のとかもあやっぱりあ,あるんですよねもう本当に大きな違いになってくるんで、うん、その辺はもう結構なんでしょう 下手するると作品にも影響してくるんで相当重要です、ね、あの本当にもう出る側の友近さんらと同じように本当に作る側も結構あの淘汰されていくって言ったらあれですけども今あのよく友近さん一緒にやってらっしゃるその秋山さんらとかそういうふうなと同じように僕らもスタッフもいわゆる組、うんね、大盛り組あの撮影部とかいろいろ照明部とか、はい、まあ淘汰されていくっていったらあれですけど偉そうですけどもちょっとだんだん固まって はい。固定が決まってきますよね。それ大事ですよね。はい、やっぱり全て分かり合える人ってやると早いですしね。はい、そうです。うんそうなんです。そういう感じでやってます。うん、監督は昔からも監督しぼやったんですか、はい、あ、僕も完全にそうなんですよ。もう、うん、小、え、もう物心ついた時からっていうか、はい、小、幼稚園小学校ぐらい。えー、小学校ぐらいの時に、あの、あれです、あの、 まあ僕らの時はまあまあもちろん VHS? ビデオテープなので、はい、それで親がなんか借りてきたりするのを、うん、今はね、今ほどもちろん見れる時代じゃないので、もう一本のテープをそれこそインディージョンズとか、うん、あの、そういったものをもう擦り切れるぐらい、ずっと見つつ、はい、完全暗記するぐらい、何百何千じゃないですよね。本当に実際切れてましたから、はい、VHS テープ切れるぐらい、本当に見てて、あの、僕、飛べ町、うん 小学校の帰り道に戸辺、はい、町に一軒だけビデオレンタル屋さんがあったんですよ。一、はい、軒だけあって、うん、僕うちあの小学校からうちまでが大体2030分歩くんですけど、うん、その中間地点ぐらいにあったんですけど、うん、そこのビデオレンタル屋さんがあのい,わずいわゆるその窓越しというかウィンドウ越しに外に向けてあのテレビを向けて、うん、あ見れるようになってたんですよ。外に向けて映画を 流してたんですね。はい、レンタルする映画を流して、そこで僕はも,もう2時間とか3時間とか外で、うん、あの、音聞こえないのに、ぼーっとあの、あの、ああの字幕、<laughs> 怖いっていうか、いや、<laughs> いや、いやもう今でも思い出します <laughs> あの、子供なんで、あの、もう小2年生とか3年とか、あの、かじかんで手とかがもう下、はい、けになって擦り切れて、ずーっとその窓の外で、うん、会員証とか、あの、もそんな持ってないんでか、うん、レンタルとか持ってないんで、もう、っ窓の外で。 エイリアンとかみたい。エイリアンとか見たのもう思い出、思い出ますけど、エイリアンとかエイリアンツーとか、窓の外で音聞こえない。でも字幕が出るから、あの、わかるんで。あ、そっかそっか。ずっとこうやって、ぼーっと立って。有名な話だったあのまた来たんで。ぼーっと。いや、いや、だからなんか、どうでしょうもうずっとボケっといて、あの、ず、ずっとなんか、なんかやりたいなと思ってましたね。取りたいなって思ってました。永遠に。 でそういうい映像の学校に行くれで僕も結局その今みたいにあのカメラ自由に回せないじゃないですか、うん、それこそスマホで撮れたりとかビデオカメラもあるわけでもないんであのできることっていうんで漫画描いたりしてたんですよあの絵を描いたりしててその描いたりしてるのを誰からも頼まれもしないのに、うん、小学校の時に勝手に連載して、うん、教室に貼ったりして、うん、みんなに見てもらうっていう活動をしてたんですよでそういうのが続いているうちにただ わかんないんですよね。あの、うん、映画監督ってどうやってなったりかっていうのが、はい、わかんなくて、ねはい、ただ書いたりいろいろすることばっかりが先行しちゃってて、はい、で、その流れの中で、うん、書くことで職業にって一番近いのって具体的なんだろうと思ったら、建築、うん、と思って設計図面とか絵とか描く、結構描くんですよ。なので、まずま松山工業の建築家に行ったんですよ。うん、で、はい、次大学の時に、 普通は建築家って言ったら工学部の建築家がほとんど、はい、日本全国そうなんですけど、うん、まだその時点でも諦めてないんですよ、はい、あの監督になるの諦めてなくて、うん、これはちょっともしかしたらと思って芸術大阪芸大だったんですけど、うん、芸術学部の建築家に行ってみようと思ってそれで行ったんですけど、うん、行ったら案の定隣で映像学科が映画撮ってたんで初めてそこで見たんですよあの、うん、あ、撮れるんだっていう風なのを初めて目の当たりにして、うん そこからその建築は建築で四年間にやりましたけど一緒に映像学科手伝いながら映画撮ったりするところから始まったっていう感じですね自主映画を始めていったっていう感じですで今に至ります、はい、私あの監督っていう仕事って全部がまあ見えてないとあかんしどうやって相手にみ見,見えるかっていうのは想像できないとダメじゃないですか、はい、でそういう のすごくく難しくて吉本で100本映画とかいう企画があった時に一回1本私もやったことあるんですけど全く向いてないっていうことが分かってそのやっぱ映像の位置とか映像を指示するのがまず無理なんですよね私こういうふうにしてってこれが合ってるだから結局自分勝手に自分一人でどんどんやるのは向いてるけどこれをこういうふうに。 まあ得意分野のところはできるかもしれないですけどね。<ー>人にこう指示して巻き込んでみたいな得意かもしれないですけど、うん、そこの部分で果たして合ってんのだろうかっていう不安になるから、監督は無理やなってすごい思ったんですよね。あまあでもなんかそ、そのまあ結局でもいやか、勝手に、 やららせたいいいじゃないです今、今ってでも、でもどんどんね、あの、まあ、編集とかもそうですけど、うん、かのうまいことやります。こんな感じでとか指示出しとけば、うん、多分全然友近さんだったら、何、まあ、もう気にせず、全然、そこの、進められると思いますけどね。センスはないんだ <laughs>、うん なないんですよ、ね、なんか漫画描くのと同じなんですよね結局駒マ,マがずっと続いていくみたいな感じなので全然そのやられてることは多分同じだと思いますご自身でや,らやってらっしゃいますので、えー、そう思いますよ難しいなっていう思いながらいつも監督すごいなと思ってるんですよ結構でも遠回りも遠回りというか、はい、当時は遠回りと思ってたんですけど、はい、結構その実は大学終わった後、うん、あの 新聞記者をしたんですよ。えー、で、新聞記者を2、3年やって、毎日、だから、あの、記事を書いて、編集長に直されて、怒られてっていうのを2、3年やって。それどこでやったんですかそれ大阪です。大阪で。やったんで、それがなかったら僕多分脚本書けてなかったと思います。うん、なんか、なんか当時は遠回りと思ってたんですけど、うんうん、今思い出してみたらもう全部あの時文章とか、全部その正式な書き方とかも、えー。 あれがなかったらできなかったなとか、ふりなんかもう全然その若い時はえらいなんかみんなねいろいろやってるなと思ってたんですけど、後になってあれなかったら、うん、そういう場で冷静に考えたらできてなかったなとかいろいろ思うんですよね。<や>だから無駄なことなんて多分ないですよね。結局そ,、ね、そうなってきちゃうんですよね。建築建築もそう思います。建築やってたのもそう思いました。 わかりますわ。だから、私もすぐ芸人にならずに、え、レポーターの仕事をやった。うん、でも、レポーターってやっぱ見せ方の勉強にはなるから、いきなり芸人としてバンと出るよりは、そこで勉強は多分知らんまにで,できてたんだろうし、うん、あと旅館の中井さんも、道後のね、温泉の中井さんをやってたけど、うん、それも、2時間ドラマで、ユけもり殺人事件みたいなの見てて、うん、うわ、中井さんってこんな事件に巻き込まれて、なんかちょっとワクワクするな、みたいなところのきっかけでやったんですけど、<laughs> でも結果やっぱりその1年ぐらいやりましたけど、接客の、うん いろはみたいなものはそんなに身についてはないかもしれないんですけど、うん、中居さんっていうのをいっぺん味わってるから、うん、それこそ今年「プロミス・シンデレラ」っていう中居頭の役をもらったりとか、うん、いっぺん中居を経験してるからやっぱり何か生かされるっていうじゃなないいっていういリアルな引き出しがねモテてるっていうことになりますもんね。ありますね,ね。現場を知っていいると言いますか そう聞くと、ね、その若い、ここがゴールだって思っている人も今していることが、こうやって無駄にならないぞっていうのは知っててほしい部分でもありますよね。うんうん、そうなんです。そうです。だって、まさかそんな建築のところから映像に潜り込む、うん、潜り込む言ったらいかんですけど。<笑><笑>僕があれですよ、友近さん、ちょっと聞いてほしいんですけど、はいはい、これ、ま、ま、クレームじゃないですけど、あの、はい、なんて僕ね、あの、大阪の映像学科って結構、はい、あの、いわゆるその、 監督さん排出してるのが多いんですよ。うん、で、あの、大阪芸大の、これいいのかな大阪芸大通信って、なんか毎年卒業生に送られてくるんですけど、一応なんか僕の <laughs> 映画が公開されるときには、卒業生の映画が何月何日から公開されますみたいなの出てたんです。うん、確か最初の僕のデビューも十何年前、商業映画、デビューそのぐらいだったんですけど、はい、その最初の一、二本は紹介されてるときは、 建築学科卒だったんですけど、うん、3号ぐらいから映像学科卒業大森健一になったんですよ。<laughs> <laughs> もう、もう最初は1回目は、いや僕映像じゃないですよって1回連絡したんですけど、うんうん、もう放置、その後放置、うん、もうええやと思って、ずっと映像学科卒大森健一のまま紹介されてたのも全国に卒業生何十万部って配られてるんですよ。これどうですか学校が把握してないって。じゃダメだと思います。ダメだと思います。<laughs> <laughs> いやもうそんな感じであのだでもイコールみたいになっちゃってますよ。大阪芸どこ行っとったんって言ってあ大阪芸大あ映画学科だから監督ねみたいなイコールみたいになっちゃってて建築の勉強したんだぞってねそっちはそっちで頑張ったんですでもそうか建築の仕事とやっぱり通じるものがあるってことなんだ。 かなり、かなり通じますね。相当<ー>通じます。はい。<ー>結局なんかね、全部美術とかもなん全部含まれるじゃないですか。映像そうだからもう美術の人ともん結構、なんか結構珍しがられるんですよ。あの素材とか材木とか、あの建築の時って全部あのやるので、はい、あの模型作りか何か全てのことをやるので、うん、なんでこの監督知ってんだみたいな感じで、うん、いろいろ話もあったりして面白く。 引られたりもしながら進んでいったんで結構本当になんか全工程が入るっていう感じですかねそうだから本当にスタッフさんの職人さんってそこのお前分野ちゃうやろ口出しするなっていう人ってやっぱりね、うん、頑固な方多いけどうん、うん、そのことの,あの知識があるとお、うん、お前そこ分かってんだっていうので急に距離近くなったりするんですよね、うん、だからやっぱりそういう意味では勉強されててね無駄じゃなかったなってことですもんねそうですね、まあ この話はれといやいや、<laughs> がこの番組ですから、これ <laughs> まあ、そんなこんなで、うん、まあなかなかね、まあ、僕らは年取ってからね、いろいろと感じることとか、分かることってあると思うんですけど、うん、若い子たちが、なかなか一歩をやりたくても踏み出せないっていうような子もいると思うんですけど、うん、そんな子たちにエールと言いますか。うん、でも、本当、一歩踏み出さないと始まらないことですからね。うんうんうん 勇気もいるし、これでいいのかとか、あと周りにか相談してみたらやめとけって言われたとか、いろいろあると思うけど、結局やっぱ自分で全て最終的には決めることなんでね。これやりたいなってちょっとでも思うならやっぱりチャレンジしてほしいですよ。もう人生一度きりっていうのをね、私もこ毎回念頭に置いてやってるんですけど、うそうか。 もうやり直しきかんないと、じゃあ今やっぱやっとこうとか。だから私が今、あの、いろんな地方行って活動とかさせてもらってて、でそれこそ今、あの、今治のね、今治西高の博多文庫のところが、まあ本当にちょっと生徒さんの人数も減ってきてますし、うんうん、で、やっぱり高校が島に一つしかないしね、絶対もっとこう、皆さん学生も県外から来て盛り上げていただきたいなっていうことで、そういう、まあ、 移住のことにもね、興味がある。その、今回の新浜のドラマのテーマじゃないですけど、そういうのも、自らやっぱりこう、進んで、や,やってみようって構造に移すと、誰かがやっぱりハッピーになれるというか、うん、その先にそういうのがあると、なんかやっぱ、あの、どうしようかな、やめとこうなって思ったとしても、思い切れる。 こととがでできるんんじゃなないかなと思うんですよね誰かのためになっていると思えば多分人って動けるなっていうのはすごく感じますね、うん、今自分でやってて仕事もあ、うん、のその気持ちでやっていただきたいなと思いますいやすごいですよねもう本当に成熟されてると言いますかいや <laughs> もうこういうふうにあの僕も言えるようになりたいです思うところからねそうです、ね、人生一度きりだぞこれでいいのか、うん、うってこう問いかけてみて。うん 本当す僕も本当に今のお言葉を胸に進みたいと思います。で、友中さん、そのね、あの、今の美輪さんみたいな、うううってなって、友中さんの、もう一ついいですか、僕からも、実はこうなんだぞみたいな、ちょっとお話をお伺いしたくて。 実はこうなんだ。さっきの待ち時間、実は好きなっていうのもそうなんですけど。あ、他にはい。実はこうなんだ、みたいな。あのね、私 NG があるんですよね、一つ。それ、寄り目です。え、そうなんですか寄り目をすると戻らなくなりそう私あのバンジージャンプとスカイダイビングと寄り目が NG なんで、それだけちょっと言っときます。なるほど。あの、目。脚本に入れないように。ちゃんとあバンジージャンプ。あれ、あれはどうですかジップライン。あ、大丈夫。大丈夫。ですき。大好き。 と、とべんできたんですかあ、そうそうそう。あの、長聞きました。それもね、ロケで行こうってなったけど、コロナでちょっと中止なかったんです。あ、そうですロケ行くとき呼んでください。僕、とべに実家いますから。わかりました。え、読んでどうすればいいですかえ、僕も載せてください。あれ、並走並走できるのに、一緒にさせてください。そうですか。あれ、あの、よく大丈夫ですかカメラもちょっと。あと2台で行きますね。行きますよ。お願いします。わかりました。割と、あの、僕、とべの中で動くときは、あの、 自転車ってってまあの、あれですけどね、アシスト自転車ですけどね。アシスト自転車で麦わら帽子かぶって大体移動。麦わら帽子お好きなんですね。いや、なんか、あの、ま、こっちでいうと、昔でいうとディックで、今、大液ってあるじゃないですか。はい。あそこと、A コープにしか置いてないんですけど、僕頭がでかいんで、あの、ちょうどいいフィットサイズのやつがあるんですよ。すごいここになった言っていい話なんですよ。そないすよいすごい、いいやつが、いいやつがあってですね。あれなん しかも700円なんですよ。<laughs> あの首のところも焼けないように降りてるやつでしょうであれがよ、あれはちゃんと一作品ごとに書いて、もモデルチェンジ、モデルチェンジというかしてるんですよ。あ,あの、あそこの紐、紐の、実はここについてる紐が、はい、色が。 前作は茶色だったんです。今回は緑にしました。えーはい、知らんな。<laughs> 知らんな。どうでもいい。<laughs> ど,どう、もどうでもいいんですけど、まあ、まあ、そういうふうな感じで、いろいろやってるんです。<laughs> うん、僕はそういうふうに。あ、いや、ジップ、エイジェジェジャジップラインあ。だから言いたかったのは、ジップライン一緒にしたいっていう誘いがしたかったっていうことで。まあ、いや、それもそう、そうですし、うんうん、その時は近くにおそらくいるので、<laughs> いつでも、今、あた、もう今か、もうちょっと、 今、10分ぐらいだったら、あ、行きます、行きます。全然行きますんで。いや、そうそう、できたっていう情報は聞いてたんですよ。だから、いっぺん乗りに行きたいです。なので、その脚本の中に変顔を、なんかより、目がそういう書かんといてください。ああ、わかりました。戻らないなるんで、目が。はいはい。逆に、逆にですけど、さっき、さっき、あの、ちょっと犯罪者とかもおっしゃいましたけど、ちょっとこっち方面も、ちょっと、もちろんです。トライしたいみたいな、ちょっと、 役どころ犯罪者以外にもなんかあったりします、ねはい、そうですねその犯罪者もただの極悪人よりは、はい、紐解いてみるとあこういうことが幼少期にあったからこうなったんだとか<ー>ちょっとやっぱ情みたいなものは欲しいんですよねはいはい、はい、あ,あそういうのはちゃんと残しておいて、はい、残しながらもだからこの人こういうふうになったんだとかうんああそういうのも欲しいですしあとは、うん 本当に私あの宮迫春美さんと矢崎さんのねあの恋愛記事見てもう感動したというかあいいなと思ってずっと連れ添ってる感じ年を重ねてもそういうのも欲しいですね欲しいですねりえとむしゅんさんま相談させていただきたいですけどなんとなくあります次の構想構想ですか次の構想次の構想っていうか あまあ、まずはじゃあ、新浜の方から。新浜。なんか、シチュエーションから、こう、想像したくなるんですよね、私ね。はい,は,いはい。だから、水産加工工場みたいなところで、せっせと働く人。ああはい、でも、その、そういう女の人って、なんかこう、分けやりできてんちゃうかな、ああみたいなところで,で、ね、裏側までこう、突き詰めていく。ああね 旅館の中居さんだったのもさっきの2時間ドラマが好きでってもありましたけどはい、はい、なんかこう訳あり仲い,いという響きにすごく魅力を感じていてはい、はい、何かあったから住み込みでこの人ここにいたんだなっていう<ー>ま結局ちょっと女性犯罪史に乗ってそうな話にはなるんですけど,ど、ね、やっぱ哀愁みたいなのを欲しいとあ,<ー>あと情、はい、けどそう仕方なくそうしてしまったっていうね。あんまり 笑いは別にいらない。いらないです。いらない完全に。そう。完全にやってることが面白いでいいです。ああ、なるほど。はいはいはい。ちょっとはいいです。ちょっと。それはでも芸人の友時間みたいなことがちょっとでも入ると、まあまあ別にいいんですけど、物語としてちゃんと成り立つ立ったらいいですああ、分かりました。はい。分かりました。でもまあシリアスなほどいいですけどね。なるほど。魅力を感じます。 やらすんだったら共演者の他の人にやらせる。な変なことですかはい。まあ、その方がいいと思いますよ。やらせて。そっちの方がうまいし、私だからお芝居の中でコメディー入れ込むのが下手くそだと思うんですよ、自分で。うん。うん。だのい、うん、いじるのはいいですかそれをいじるのは。友近さんがいじるって役柄としていじるのはいいですかま、突っ込むのも、なんかツッコみ方にもよりますけどね。はい、まあ、突っ込むのも。 なんかこう、本当にお笑いみたいなツッコミはちょっと苦手ですけどねそうそうそう。でも結構でも大、大阪、8、9, 9年、9年、10年ぐらいいたんですけど、うん、大阪住んでる時は私生活から普通にノリツッコミしてくるじゃないですか、うん、一般の方が結構すごかったんで、うん、なんかそのか名残みたいなのはちょっと頭には残ってるんですけど。それこそね、今の話、落ち合ったかっていうのが、うん、私、関西出身なんですけど、実は。 ねオチがないとかね。いや、そ,やそんな、そんな。いや、結,結構、だからそうう、そういうのは、そういうのは、ありましたよね。<laughs> ありますね。ありました。僕も、東京、大阪から東京行ったり。逆になかったです、うちらは。オチがないとか。あ、そうですか。僕オチがないと喋ってあかんのかなみたいな。<laughs> そういうぐらいの気持ちでいたんで。そういう、あ、スタンスがもともとそういうふう、はい、僕、結構、ボケ殺しというか、大阪、 なんかもう慣れみたいになっちゃって、東京行った時、か,かなり感じましたけど、ね、なんか一人だけでなんか、ただバカみたいなこと言ってるでも所詮そのオチもおもろいんかって感じじゃないですか。あ<は> <laughs> まあまあそうそう、<laughs> まあそうなんですけど。と <laughs> <laughs> <う>なると、<laughs> 普通に思ったことを喋るだけが一番平和ですよ。うんうん、いやもうこれがね。うん、あまあでも友近さんの。 の芸風といいやだからお笑いにんか方程式とかんかこんな順番とかっても全くないと思ってるしそれをんかうるさく言うのも嫌やし一番自然がいいと思いますよ本当に。で特に女子なんて何でもない会話をしてんのが面白くないのが面白いんでこういうのが一つ一つ目指されてるクリエーターさん とか目指されている人にのアドバイスになっていると思います。いやもうそれででも友近さんはなんかちょっと悔しい思いというか、うん、なんかこれはっていうのはあったんですか。ここ悔しい思いこ,ここまでまあその今語られてる、はいるあのー、思いを持ちながらやられているわけじゃないですか。悔しいとかはないですけど。 悔しいというか、その。いやなみたいなことです、ね。いや,いやなとか、あるいは、理不尽やなとか、あ,<ー>あるいは、ちょっと、この考えがちょっとうまくいかなかった,みたいな。ああ、それはいっぱいあります。もう衝突はもう、うん、もう、めちゃくちゃありますよ。やっぱり、はっきり、あの、考え持ってる分。そこは、だから。でも、お芝居になると、うん、自分の。言ったら、畑とは、また、ちょっと違うところにお邪魔してるっていうのがあるから、うん、監督の言うこと。を聞こうっていう、もちろんなるんですけど。うん、お笑いのとこに行くと、やっぱ。 衝突はしますよね。いや、うん、こっちの方が面白いと思いますけどとか。うん、ああ、まあまあ、そうですよね。あと、まあ、テレビの演出が異常に入ってる番組は苦手ですけどね。なるほど。うん、例えば昔、お米をね、あのー、洗剤でとムズカさん洗うっていうのをちょっとやってみていいですか、うん、ああちょっとはい、はい、どれが正解か不正解かみたいな。はい、で、わざと間違ってくださいっていう。もう、そのわざと間違うっていうのが私ダメで。はい いや、48にもなった人が、米を洗剤で洗う女絶対嫌やろうっていう、その世間それで覚えてしまいますよってことやから。<laughs> なので、そういうのはちょっとって言っちゃいますね。<laughs> <ん>でもみんなやっぱり分かりましたって洗剤で洗ったりするんですけどね。だからそこで魂売れるかどうかですよ <laughs>。なるほど。 <laughs> <laughs> ちょっと見たことのない目を見てしまいましたが <laughs>、うん、そこで戦ってくるとそういう仕事が排除されてきてやりたいことが舞い込んでくるっていうのがありますよねでもこの人は演出通り何でもしてくれるっていう人は、うん、もうそういうちょっと無茶な番組もバンバン入ってくると思うですか仕事量は増えるけど自分の中でそうじゃないのになと思いながら <laughs>、うん、多分ストレスもたまるしっていうどっちがいいかなんですよね でもなんかお話を聞いてたら、うんうん、その、まあ衝突もするっておっしゃってましたけど、はいはい、なんかこう、いろんなことを突き詰めていって、はい、なんかその自分の形じゃないんですけど、うん、なんかそういうのも見つけてこられてるのかなっていう。そうです、そうです。まさにそのためにやってきたことですよね。うんだから、よく私が周りから言われるのが、好きなことばっかりできてていいねって言われるんですけど、 いやそれまでに結構戦ったから今があるんですよって言いたいんですよねみんなは多分それをやってきてない人が結構言うのかなと思うんですよねだってその言う一歩ってちょっとやっぱ自分にもパワーがいったりするじゃないですかそこ行く行かないっていうのもほん行かないでこう上手に丸く行く人もいらじゃないですか、ね、う <laughs> そうなんですよねだからどっちがいいかですよテレビタレントは特に。 だからそこを、まあネタをやっていきたいんですっていう人はまた結構そのテレビタレントとは違って、そっちの方にね、こだわってずっと行くから、うん、考え方ちょっと変わってくるんですけど、うん、でも私の場合は、 もちろんテレビも好きやし、で、地方なんかに行くと、あ、昨日テレビに出てた友塚さんが来たっていう、そのテレビに出てた友塚さんが来てくれたっていうんで、村の人とかが喜ぶってことは、やっぱりテレビは出続けなくちゃいけないっていう、うん、そこのバランスですよね。テレビにも出てる、でも一番大事な面白いことを作るクリエイティブなことは第一に考えたいっていう。そこの、まあ、バランスを一年目から考えてたっていうのはあるかもしれないですね。う,ーんうん 映像に対してはどうですか映画にしてもそうですけどす、ね、舞台とか、はい、とあのいわゆるその、まあ、芸事と,、うん、と比べて映画に対してはその自分ご自身が出られるっていうことに対しては。はい、いやめちゃくちゃ出たいです。ああ出たいですし、はい、やっぱりコンスタンスに。 出ていかないと、忘れちゃうんですよね、うん、やっぱ。うん、だから、やっぱ定期的にそういうお芝居の仕事は欲しいですし。特にやっぱ映画っていうのが興味ありますね。うん、スクリーンでのあの色合いとかもそうですし、あの声とかも。また、そうですよね。ね<ー>まあ、最後に残されたあの聖、うん、域といいますか。はい。そうですね、確かに。 ただその舞台が私は向いてるのかどうかっていうのは、はい、ちょっと分かんないですうん,うんやっぱり映像の方が好きかもしれないですお結構あ,あの映像スクリーンに後ろにあの黒あれも映されて<あ>されてたじゃないですか舞台も舞台もああいう感じであ,ああいうのは私の中でお芝居と思ってなくてコントなので、うん、あれは好きです普通のよよくやってるような ルコ劇場とかんあんなとこでやってるようなお芝居ちゃんとしたお芝居は、はい、できるのかなとかあと2歩歩いいてセリフとかそういうのが無理なんですよ感覚で全部やってるからあれも全く自由にみんなでやってるお芝居なので3<ー>歩歩いて振り向いてセリフって言われるともう頭がこんがらがって「はい,はい、いやそうか自分のタイミングで言っちゃダメなんだお芝居って」とか。 うん、そうなるとダメ <laughs> だからい逆に言うと YouTube とかで友近さんがしてるのって、うん、全部こう自然に出てきてるものを見せてもらってるってことなんですね,で,すねでも映画とかドラマはそこまで立ち何歩振り返ってなんとかなんとかってないけど、うん、舞台ってそれが結構あるじゃないですか、うんうん、ああなるほどすね そう,いうそういうとこがきちっと決められてな決められた中でっていうのがが多分苦手なんだと思います、はい、あのそうすると何かを忘れちゃうんですよ <laughs> そこの器用さを持ってない<ー>し、まあ、それももしかしたら作ってるかもしれないですけどねそこにこう,う合わせに行くためにうそういうことかああでもいろいろ 知っててよかったです。もう誤解していたところもたくさんありました。あ、そうですか。どういうところ。いや、もう特に待ち時間。ああ、まあね、タレントみんな待ち時間嫌いって言いますからね。そうですね。あまりな、でも、あまり長すぎるのもダメですよね、さすがに。いや、あの、どのな時間だったらいいと思いますよ。その。何でも、まみんなが待ってるかっていうのが分かればいいと思いますよ。それが、何の待ち時間かが分かれば、一時間でも二時間でも待てるけど、それを連絡してくれない。 現場とかかはは<ー>これんでで待っっって言っててるす言そういうことなら全然待ちますよってことやから全てに理由が明,白に明確にあることが大事やなと思ってるんですよ私仕事をしていく上でもだからみんなが不機嫌になったりするんですよえ慣、ー、れ待ちみたいなそういう誰か一人スタッフが言いに来てたら、うん、あそういうことねって分かると思うし、うん、やっぱほうれん草ができない人が多いですね世の中まだまだ。 いやそれ報告してとか、そ,だんだんその一方があれば全然こっちもやりますやんううみたいなことがね。番組ではメッセージを募集中です。宛先はメールアドレススタートアットマーク joeufm ドットコムスタートアットマーク joeufm ドット c o m, m. までお送りください。 監督に聞きたいこととか悩み事なんかもガンガンお寄せくださいそして監督覚えてますかはい今後番組の中でラジオドラマを作るというミッションそうなんですよいつになるかわかりませんが頑張ってください、はい、<laughs> ラジオドラマを作る、はい、このアイディアもメッセージで募集しますのでお待ちしておりますはいまた番組では SNS でも情報発信をしていますはい YouTube チャンネルは大森健一そして森スタでチェックしてみてくださいそれでは監督締めていただきましょうか、はいえー、日曜夜8時は森スタラジコでも聞いてくださいねではまた来週